こんにちは、南国ピアノスタジオの関勝臣です。2021年も残りわずかとなりました。この場を借りて今年お世話になった皆様にお礼を申し上げたいと思います。いろいろとお世話になりました。本当にありがとうございました。今日の動画はですね、2022年に向けての抱負というような形で、これからのピアノ教室についてお話しさせていただきたいと思います。南国ピアノスタジオは現在年間44回のピアノレッスンをしますよという形でピアノ教室を運営しているんですけれども、2022年の4月からをめどにピアノレッスンは来たい時に来る完全予約制という形に切り替えていきたいというふうに思っております。なので月4回来る方もいれば3回、2回とかですね、生徒さんのその時のスケジュール、都合ですとか、それから準備の出来具合っていうんですかね、たくさん練習したらすぐ来ればいいし、ちょっと最近練習できてないなっていう方はちょっと間が空いたりですとか、特に中学生の子とか、ね、定期テストが近づくとピアノの時間がどうしても減ってしまうので、そういう時に毎週コンスタントにピアノがあるっていうよりは、じゃあ今週はお休みして終わったらまたやりますみたいな感じでいいんじゃないかなっていう、それぞれの生徒さんの都合に合わせたシステムに変えていきたいっていうのが一つの狙いですね。そして好きな時にレッスンに来るんですけども、間が空いてしまうとやっぱり忘れてしまう、特に小さい子なんかは子とかいらっしゃるので、レッスンは月2回だけども、それ以外の目的でもピアノ教室に来てもらえるようにっていうので、グループワークというものを設けていきたいと思います。アンサンブルをしたりですとか、それから互いの演奏を聴かせ合って、称え合うっていうのを僕は狙いとしたいんですけども、友達同士でピアノをするっていう楽しさ、音楽の楽しさっていうのをもっともっと育てていきたいなっていうふうに思っていて、グループワークというものを取り入れていきたいというふうに考えています。なのでレッスンは月2回だけれども、グループワークにも月2回来てるから、グループワークもっと来てもらってもいいので、回数増やしてっていうふうにすれば、月4回とか6回とかピアノ教室に来て、音楽を楽しんでいってもらうというような仕組みですね。この仕組みを取り入れることによって、僕の今のところのざっくりとしたイメージなんですけども、皆様に負担いただいているレッスン料は横ばいか、下げていくこともできます。グループワークとレッスンを併用してピアノ教室に通う回数が増えても下げることが可能です。別に安売りを狙うというわけじゃないんですけども、そんなに負担は大きくならないですよという意味でですね、そういった料金体系になっていくと思います。これもまた別の時に詳しくお話しさせていただきたいと思います。で、なんでそういったシステムを変えていくのかっていうことについてがここからの話になるんですけども、僕今生徒さんが約40人ほどいてですね、小さい子は3歳ぐらいの子から、大人の方までいらっしゃるんですけども、皆さんにピアノを弾けるようになってもらいたい、もっとピアノにハマってもらいたいっていう思いでやってるんですけども、どんなになんていうんですかね、優しくフレンドリーになるっていうことを心がけてやっても、僕は先生なんですよね。そうすると先生がこうしましょう、ああしましょうっていうふうに、生徒さんに与えるレッスンっていうのをやっていると、どうしてもこう上からっていう言い方はしたくないんですけども、こう上からなっちゃうんですよね。それがどうしても払拭できなくて、ピアノの先生としてできることっていうのはこの辺までだなみたいな限界を感じるようになりました。でももっとピアノができるようになってもらいたいんで、じゃあどうしたものかっていうふうに考えた時に、やっぱ友達だろうっていうふうに思って、それでミニ演奏会っていう形で折り紙やったりですとか、遊ぶっていう、生徒さん同士で遊んで仲良くなってもらいたいっていうイベントをやっているわけです。で、この、今は遊ぶだけなんですけども、もっと慣れてきたら互いに意見を言い合ったりですとか、思いを伝え合ったりっていう風にできるような、仲になってもらって、そういう関係を築いていって、でピアノレッスンでピアノを一緒にやっている仲間としてこう切磋琢磨し合っていけるようなっていう関係を作っていきたいっていうのが狙いにあります。やっぱり友達と一緒にやるって大きいと思うんですよね。吹奏楽部とか、音楽で言ったら吹奏楽部で、音楽じゃなくてもやっぱり部活とかって仲間がいるから、こうスポーツとかでも頑張れるっていうのがあると思うんですけども、ピアノって本当に孤独だと思うんですよね。ピアノって一人でできてしまう音楽楽器なので、そこは最大のメリットでもあるんですけども、
逆をつけばそこが最大の欠点でもあって、欠点なのかな、デメリットっていうんでしょうか。一人でできてしまうから練習も一人だし、舞台の上でも一人だし、からレッスンに行っても先生と一対一だし、すごく孤独な楽器だなっていうのは前々から感じていて、これを何とかしたいっていうふうに思ったっていうのが、まあ考えの始まりだったんですね。で、年間44回っていう形でやっていて、で好きな時にっていうふうになると、いろんな、何でしょう、リスクも考えられるかなとも思ったんですけども、でもやっぱり生徒さん一人一人のこのスタイルっていうのを考えていったら、やっぱり来てもらいたい時に来てもらうっていうのが一番柔軟でいいだろうと。で、僕はもっとピアノを弾いてもらいたいっていうマインドを育てることに一番力を入れたいので、そこはたとえレッスンの回数が減っても、もっとピアノ弾きたい、もっと音楽やりたいっていう気持ちになってもらえるようなアイデアっていうのはどんどん出していきたいと思いますので、あまり心配していただかなくてもいいのかなって、心配していただかなくていいのかなっていう言い方はなんかあれですけど、はい、まあ楽しみにしていただけたらなというふうに思っております。こういうふうな考えに至るまでのいろんな僕なりの経験、生徒さんたちとのこの出来事ですとかっていうのは、バックグラウンドがすごく大きいので、これはまた改めて別の動画を作って説明させていただきたいと思います。ピアノが弾けるようになるっていうことは、ちょっと大げさな言い方をしますと、人生生きていく上ですごく大きな武器になると思うんですよね。なので本当にせっかく僕のところに来てくれたので、僕のなりの教え方、こういうふうにやったら弾けるようになるよっていうふうに上げっぱなしで終わりたくないんですよ。だから本当に弾けるようになってもらうためのいろいろなノウハウを身につけていってもらいたいので、そこに全力投球する2022年にしてまいりたいと思いますので、生徒さん、それから保護者の皆様、関係する皆様にはいろいろご協力いただくこともあるかと思いますけれども、お付き合いいただければというふうに思います。それでは2021年どうもありがとうございました。また2022年もよろしくお願いいたします。ご視聴いただきましてありがとうございました。